こんにちは、豊です。今日はね、JR 藤坂駅を降りまして、で、蛍川沿いにね、緑道を歩いてきまして、で途中、孫園寺の氷室寺をブラブラしましてですね、でここの蛍の竹林に入ってまいりました。で今日はね、この新井駒線の、今鉄塔の下にいるんですが、この巡視路を使ってですね、国見山の方へ、越えていきたいなと思ってます。最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。改めまして、トヨです。おはようございます。今日はね、ちょっとね、さっきまで天気良かったんですけどね、また陰ってきましたね。今、新井駒線の鉄塔の下にいるんですが、今からこの鉄塔巡視路を使ってですね、国見山の方へ越えていきたいなと思ってます。で、このルートね、鉄塔巡視路っていうことで、まあ結構整備されてるんですが、今日はね、途中から尾根の方へ、分岐していくルートがあるんですけども、それを使って、別ルートで、宮巻線の鉄塔の方に出たいなと思ってます。でそのルートで最後国宮の方にね、行こうかなと思います。でこの派生ルートの方ですね、尾根道ルート、まあちょっと前にね、2年ほど前かな、一回歩いてるんですけども、まあ途中のねところから尾根に入ったので、まあ今日はねもう最初から尾根に入ってみたいなと思ってます。まあ本当は山腹にねちゃんと鉄塔巡視路があるんですけれども、まあこのルート使われない人はそっちのね鉄塔巡視路の方がいいかなと思います。ただ上り下りが結構激しいので、で特に谷を越すところが急角度でこう曲がってたりとかするんですね。でそういうところ見逃すと道迷いとかしますので、まあこのルート、まあ、あんまりね万人にはおすすめできるもんじゃありませんけれども、まあ孫園寺から国宮前越えるねルートが、まあ、長年ずっともう通行止めになってるということで、でそうするとこの枚方の野外センターの道があるんですが、そちらはねどっちかというとちょっともう舗装されてるので、まあ、あんまり面白くないんですよね。といってガタガタの道を歩くのも嫌ですのでね、このルートあまり知られてないんですが、本当にいいね道です。尾根道だったり山腹のね道だったり、するんですけれども、途中にね今日は巨岩がまた現れてまいります。そういったところも動画で紹介していきたいなと思います。ではよろしく。じゃあ行きます。この鉄塔はね、新井駒線、何号だったかな、24号かな、はい、これがね、上り口から最初に到着する鉄塔です。ちょっと小型の鉄塔ですね。はい、いきなりね、いい尾根道ですよね、感じでしょ。まあ今のこの季節ね、ほんと冬枯れでさっぱりしてますし、虫も飛んでないしね、ほんと気持ちよく歩けますよ。はい、いきなり分岐なんですよね。ここね、テープもついてるんで、まあ、歩く人もあるんでしょうね。ひょっとしたらこれも鉄塔巡視路として使われてるかもしれません。なんか指示文が書いてあるな。うん、分岐ってなってるから、多分これ巡視路で使われてますね。はい、ちょっと地図見ておきましょうか。ヘイシリ、山レコ。こんな感じで今現在地です。じゃあ尾根道を登っていきます。
ぱいい感じの尾根道でね、あ、ちょっと滑るんでね、気をつけないとダメですけど、こっちの方がひょっとしたら歩かれてる可能性ありますね。ただ尾根道はね、こういうふうに倒木があったりして、あの迂回が必要な場合があるんですよ。それがちょっと難儀なんですけどね。ここまでのところ全然問題ないな。実はこのルートのこの区間は全く初めて歩いてます。さっき見たら山猫にも足跡はなかったですね。ちょっとね、またここから青がマスクにしますわ。結構きつい登りで、はあはあ言うとね、あのメガネがね曇るんですよね。まあまだまだおみさんが猛威振るってるんで、まあここね大丈夫思うんですけどね、ほぼほぼ自分とイノシシしか歩いてないと思いますけどね。ちょっと平坦になってきましたわ。この下にあの純白があるんですけどね。わあ、いい感じやな。あ、テープ巻いてるんで、この巻き方っていうか、これはやっぱり純白ですね。まあ、あの三福堂って結構崩れたりするんで整備が大変なんですよね。これは感じいいな。ちょっと一応確認しとこうか。俺の真上ですね。はい、真西へ向かって進んでるようです。途中でねカーブするんですよ。ああ、その曲がり方ちゃうかな、あれがね、前方ね。ああ、これこっちの方が全然いい道ですね。このルート来るとき大概あの谷道っていうか、あの下の三福の順城の方を登ったり降りたりしてるんですけどね。やっぱりこの尾根の方がいいな。ああ、これがちょっと頂上になりますよね。ピークになるみたいなんで、ちょいあの寄り道していきましょう。そんなとこでね、滑って落ちたらもう一巻の終わりやけどね。まあでも、アホと煙は高いとこ登るって言いますんで、まあ登っときますわ。なんかこっちにも尾根道ありそうな、みたいですね。でもこれは最後かなり急激に下ってると思うな。でまあ、ここ頂点にしてですね、ほぼほぼ90度あの曲がる地点です。まあ、あの下降りて
ちゃんと道から行きましょうか。なんか音したけど大丈夫かな。誰もおれへんな。なんかカンカラカンカラっていう音がしたような。まあちょっと後で動画見返してみよう。ね、このピークを巻くような感じで道がついてます。うん、今ねこれ南の方角に向かってますよね。あ、前方にちょい倒木あり、大丈夫でしょうね、これは。うん、これぐらいやったら、まあ、なんとかなりますね。と前方に切り取られてるとやね、橋を、まあ、あの枝で引っ掛けました。やばかったな。よいしょと。ね、またいで行くんですけど。ちょっとね、また上りになってきましたね。いやこんないい尾根道やったらもっと早くに歩いてたらよかったな。ここ結構ねオールシーズン歩いてるんですよね。夏の暑い時でも歩いてまして、まあ竹林はね涼しいんで、尾根の先端部分ですね。まだちょっとしばらく平坦っぽいけどな。はい、ここからちょっとね上りにかかってくるようです。まもなく右折して西の方角にね向かうところです。じゃあ登っていきましょう。まあ見た目ほどきつくないよね。まあね、マップ上にルートがないところをね歩くって本当は不安がいっぱいだと思うんですけど、この山レコがあればですね全然不安じゃないですね。まあ小さいねあのアップルウォッチの画面でも十分な情報を得られますからね。あ、来た来た。来ました。これがね、このルートのハイライト。いや、この下にもいっぱい巨岩が落ちてるんですけども、この山頂部にね、ちょっとこれピークになるんですけど、いや、これ人為的な感じもするし、すごいな。これねピークです。まあ3名ついてもいいぐらいの場所ですよね、これね。ちょっと一番上に触っとこうかな。はい、この下にあのテープ貼ってあるんで見えますかね。これがあのルートですね。だからこれ回り込んであの左折するわけです。ここが一番高いところ。
ピークです。ちょっと記念撮影と。バシアホですね、ほんま。ということで、あとね、これちょっと下っていって、さらにね、もう一回登り返すがあると思うんですけども、最終的には宮巻線の、小さい鉄塔にね、たどり着くと思います。じゃあ行きましょう。さっきのテープの方行くと思うでしょ。あれね、道じゃないんで、道っていうか、まあ、すみません、さっきのね、あのテープのところ行くと思うでしょ。実は違うんですよね。この方向がルートです。わかりにくいけど、ちょっとこれ急斜面を降りて、ここね、急斜面を降りていくと、あの尾根通りになってるんですよ。非常にトリッキーですよね。やっぱり、こういうあの地図がなかったら、ね、自分の降りてる方向がわからなかったらね、これ見落とすと思いますよ。でも ここから行っていいのかな。向こう側から回り込んだ方がええような気がするな。ちょっと偉そうなこと言いつつ分かってないんちゃうか。まあ一旦そうやな、一旦こっち、いや一旦向こうからやな。なんやねん。まあこんなもんですよね、分かっててもなかなか行けないっていうかね。一応やっぱりこのテープのとこ来たな。でもね、これ降りていったらダメなんですよ。ね、この尾根じゃないんです。これ下から上がってくる道なんですよね。こう回り込んで、あ、こうやね。あ、ちゃんとここにテープありました。偉そうなこと言ってるとね、こういう大事なところを見落としますよね。ちょっとやばいんで、十分こういうところは腰を落としてですね。はい。まあ方角的にはね、別に間違ってはないんですけども、ちょっとここで振り返っておきましょうか。木の間からですね、さっきの巨岩が見えてて、なんかすごく感じいいですよね。これはやっぱりなんか3名欲しいですよね。どうせ誰かつけるでしょう。もう最近ね、もうあんまり変な山の名前つけたりとかね、しないように心がけてます。ちょい反省してるんですよね。はい、登り返しになってきましたね。緩やかに登ってます。はい、前方またね、いい感じの尾根道になってきました。これ多分春先はツツジがね、いっぱい咲くんじゃないですかね。いい感じですね。特にね、倒木とか
で道塞ぐっていうのね、そういう場面もないですし、で今ね、あの進行方向は西向きに進んでます。またピークですね。またピークの上に今度はちょっと小ぶりの岩ですね。なんかちょうどいい感じの休憩石ですね。まあちょっと一息入れていきましょうか。まあここもね、なんとなくこう、あの分岐っぽいですよね。まあ山作業をされる方の道だと思いますね。ルートはあの、この方角ですね。あの前方の木の方に、あの、ピンクのテープが巻いてあります。よいしょ。ちょっと、休憩。はい、ちょっと休憩します。これはね、ボスの、レモンティーですね。あ、美味しいです。今日はね、JR 藤坂駅の北口にですね、あのローソンがあるんですよ。で、皆さんあの山歩きするのにこうスマホね、お使いだと思うんですけども、山用のね、スマホっていうのをね、持ってる方、中にあのデータ通信ですね、の契約をそれだけにするとちょっとね、お金がかかったりとかしますよね。で、自分の場合はこれ、あの、ポボ 2.0 っていうのを今、あの契約をしてまして、で、これね、あの、基本料0円なんですよ。で、今日みたいにこうやって、あの、ローソンで500円以上買い物すると、まあ、1週間か10日ぐらい後になるんですけども、あの、300MB の、あのデータ通信を、あの、いただけます。で、今日もね、前に、あの、もらった、そのギガですね。これギガ活っていうんですけどね。あのギガ活していただいたあのデータ通信 300MB をあの朝チャージしまして、で、それ使ってます。あの山歩きの、 あの地図のデータのダウンロードぐらいでしたら、もう1日 300MB でね、ほんと十分なんですよ。そうするとあの1年間の費用ね、あの非常に安くあの抑えることができるんで。で、あのポボさんですね、あの AU の電波なんですよ。非常にあの AU の電波、最近あの 5G もね、かなり広がってきてまして、あの使ってるとね、あの 5G を使うところって結構ありますよね。ですんで、あの山歩きにね、このスマホを使う方、ぜひあの ポボ 2.0、一度ね、あのご検討ください。またあの、感想欄のところにあのリンク貼っておきますんで、あのよろしくお願いします。さあ、ピークからちょっと下るみたいですね。結構林っぽいところ入っていきますね。自然林が非常によく残ってますね、ここもね。ここは苗木とかじゃないんで、本当に自然林ばっかりっていうか、まあちょっと下の方、竹林がね、だいぶ迫ってきてますけどね。あ、もうすぐ登り返しですね。馬の正常になってるみたいです。まあ、ラクダのクブみたいな感じでしょうか。いやー、ちょうどいい感じの気温になってきたな。まあそんな寒くもなく、まあ暑くもなくね、まあ、もちろん冬なんでね、家帰ったら寒さも言ってますけどね。なんか根がすごいですね。地面から出てきて。
ちょっと痩せ骨になってきましたね。さっきまでは結構あの幅の広いね骨でしたけども、これあれかな、整備していただいたんですかね。前はちょっとこれ倒木重なってたように思いますけどね、まあ単に腐っただけかもしれませんけど。倒木越えます。あ、イノシシの糞が落ちてる、踏まんようにしよう。こんなとこでねババつかみしたくないんで、まあ、今年はねちょっと怪我とかね病気とかちょっとごめんこうむりたいですよね。おお、こんなんやったかな。なんかすごいまた登り返しがきついんですけどね。でもまあマーキングもあるみたいなんで間違いないでしょう。まあ登り返しましょう。うわ、イノシシのうんこや。この辺やばそうやな。なんか道が荒れてきたな。これ逆から来るとちょっと突っ込みづらいよな。だいぶなんか獣道っぽくなってきましたもんね。やっぱあんまり疲れてないんかな。まああともうちょっとで登りきりですね。里山っていうのはねこう登り降りが激しいんで、これもピークっぽいですね。あ、やば、滑りそうになりました。ピークでまたターンするみたいです。おお、だいぶヤブっぽいな。行くか。さあ、これはヤブコギかな。まあ多分この倒木が笹を押さえてるからこんな感じになってるんでしょうね。よくあるパターンですね。まあもじゃもじゃ倒木の一歩手前って感じかな。なんか笹がね背丈ほどに伸びてきました。あ、鉄塔見えた見えた。もう終わりやね。まあ鉄塔近づいてくると、まあ、道をねできるだけ隠すような感じに、まあ、なりますよね。知らない人がね迷い込むとダメなんで。はい、出ました。あ、すんごい荷起こし倒木です。これでなんかすごく明るくなってますね。またこんなところにまあ丸っこいね巨岩が鎮座してますね。
はい、出ました。鉄塔です。これは宮巻線ですね。はい、宮巻線の9号ですね。小さな鉄塔です。で、山猫で見るとね、どうもここまでは皆さんよく歩いておられるようです。鉄塔に寄ってるね、足跡がついてますよね。ちょっとこれスクショ撮っておきますんで、また後で見てください。国見山到着しました。ぐるっと360度見てください。回します。はい、今日はね、山歩きの最後にちょっとした道具をね、ご紹介したいと思います。まあね、寒いんで今日はね、山ラーメン、カップヌードルなんですけど、これでね、お昼にしようかと思うんですが、こうカップヌードルって、結構ね、これ保温が効く容器にはなってるんですけど、食べてるうちにだんだんこう冷めてきますよね。で、それをね、防ぐのが、このゴーマグというものでして、これ自体もマグカップにもなってるんですけど、この中にね、カップヌードルをこういう風にこう入れるんですよね。で、こうピッと剥がし、もうこれもね、もう剥がしてしまいます。こんな感じでね。で、今ね、お湯沸かしてるんですけど、お湯が沸いたらね、ここに入れて、で、この蓋でこうやっておくとね、冷めないですよね。で、今日もこのラーメン一つで終わりなんですけど、他にもね、いろいろこう調理とかされる方、こう作ってる間で作り置きして、こう置いてる間にこう冷めていくじゃないですか。例えば、メスティンでラーメン炊いてもね、メスティンってこう肉厚がこう薄いんで、すぐ冷めてくるじゃないですか。で、それもこういうところに入れておけば、冷めないでね、あったかい
ラーメンがね食べれるってことで、まあ、これ寒い季節まだまだですね、こういうものが必要になるんじゃないでしょうか。でまあ夏は夏でこう冷たいねコーヒーとかまあコンビニなんかで売ってるねアイスコーヒーとかですね、ああいうものでもこう入れておくとなかなかこう氷が溶けないっていうね、まあ、そういう便利な商品みたいです。まあ基本的にはこれねゴーマグフォーヌードルってなってまして、だいたいこのカップヌードルのサイズに合わせてあります。まあカップヌードルもね最近カップ麺でいくとでいろんなねものがあるんですけども、まあ一つね、これしばらくの間使ってみようかなと思います。概要欄の方にねリンク貼っておきますので、気になる方は見てください。よろしくお願いします。はい、お湯がね沸いてきました。消そうかね。うわブクブクにめっちゃ沸騰してます。じゃあお湯入れます。これね熱いんでねダイソーで売ってる便利グッズです。これで挟んで、はい、まあちょっと少ないめですけどね、これで蓋します。あ、ゴーマグ反対になっちゃった。はい、これで3分待ちます。展望台に着きました。このね段差のある石段というかこの丸太の階段、結構なね段数ありまして、一気にね降りてくる感じなんですけども、その割にはこの展望台ですね、見晴らしいですよね。まああんまり使われてないのか、このテーブルがね1個しかないんですけども、このね展望台に降りてくるところ、ちょうどこの崖の上ですよね。ここにも椅子が置いてありましたけども、これがね新しくなってました。ちょっと前はこれここも倒木でですね道を塞いでたんですけど、まあそれもね綺麗に整備されてましたね。でここにねテーブルがあるんでちょっと休憩してから帰ろうかなと思いますが、非常にね見晴らしがいいんでこんな感じですね。まあ天気がちょっとね残念でしたけどね、今日はかなりね遠くまで見えるんじゃないでしょうか。まあこれ詳しい方だったらね山座の童貞なんかもねできるんじゃないかと思いますけども、はい、ということで今日はね孫園寺から鉄塔巡視路を経まして、国見山、そしてこの国見山の展望台まで歩いてきました。はい、それではね本日の山歩きはこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。